いし生き返る。でも考えてみたら、毎日当たり前のように水道を使ってるけど、いつでも綺麗な水が途切れず出てくるのってすごいことなのかもしれないな。皆さんも普段水道を使っていて同じように思ったことはありませんか？私たちが生活を営む上で水は絶対に欠かせないものです。日常生活の中であまり気に留めず当たり前のように使っている水。しかし大きな災害など不測の事態が起こるたび、水の大切さがクローズアップされます。今回のまるごと姿勢は、災害時や緊急時に対する水の備えについて一緒に考えていきましょう。蛇口から出てくるこの水道の水、西宮市の場合は地下水を汲み上げているの？川から取っているの？気になりますよね。水について考える。まずは西宮市の水道水がどこから来ているのかをチェックしてみましょう。私が訪ねたのは西宮市上下水道局です。私は前から疑問だったのですが、西宮市には大きな水源がありませんよね。49万人近い市民が毎日使っている水道の水はどこから来てるんでしょうか？西宮市内の水源で賄っているのは水道水全体の 5% で、 95% はよそから購入しているんですよ。 95% をよそから購入しているんですか？西宮市には井戸水を浄水処理している鳴尾浄水場と、貯水池の水を浄水処理している丸山浄水場があります。しかしこの2つの浄水場で処理される水道水は全体の 5% に過ぎません。 95% に及ぶ水道水は琵琶湖・淀川の水を浄水処理している阪神水道企業団と、一倉ダムの水を浄水処理している兵庫県営水道から購入しているのです。特に阪神水道企業団から購入する水道水の割合が最も高く、西宮市の水道水全体の 85% を占めています。阪神水道企業団は西宮市、神戸市、尼崎市、芦屋市の4市が昭和11年に設立した団体で、浄水場は尼崎市内に2カ所設けられています。阪神水道企業団尼崎浄水場を案内いただきましたが、大きな施設なんですね。阪神間の4つの町が一緒になって琵琶湖と淀川の水から水道水を作っているなんて知らなかったです。多くの人が使う水を確保するということは大変なことなんですよ。そう伺うと、改めて水は大切にしなければいけないと思いますね。はい、ぜひ水は大切にしてください。大切といえば、水の確保と合わせていつでも途切れることなく各ご家庭に水をお届けすることも私たちの大切な仕事です。いつでも途切れずというと、断水しないようにということですか？そうです。西宮市では阪神淡路大震災の経験を踏まえ、災害でも断水することのない強い水道の整備を進めています。西宮市では老朽化した水道管を耐震性のあるものに順次取り替えています。また浄水場や排水池の施設も耐震化を図るとともに、停電への対策も進めています。ただ災害の時は何が起こるか分かりません。だから断水した時の備えもしっかり行っています。例えばどのようなことですか？災害時に排水池、排水槽、水道管の水が流れないようにして水を貯めておくのです。西宮市では断水時の応急給水に使える水を確保するため、現在12カ所の排水池、排水槽に緊急遮断弁を取り付けています。この緊急遮断弁は、地震による大きな揺れを感知した場合、自動的に水の流出を防止する装置です。また災害時に避難場所となる学校や公園の地下に耐震性緊急貯水槽を設置しています。耐震性緊急貯水槽は平常時は水道管の一部として水が流れていますが、災害時には断水などによる水圧の低下を感知して遮断弁が作動することで水道水を確保します。現在、津都中央公園や高木公園など13カ所に整備されています。公園や学校の地下に貯水槽があるなんて知らない市民の方もいらっしゃいますよね。私たちは緊急貯水槽について理解していただき、
貯水槽から応急給水する訓練を各地域で実施しています。応急給水訓練ですか？災害時には地域の皆さんが助け合うことが大きな力となります。避難場所に設置されている緊急貯水槽からの給水方法を地域の皆さんが知っていれば速やかに水を確保できます。そこで西宮市では非常時に地域住民の力で応急給水ができるよう地域のイベントに出向き訓練を重ねています。今度地域の祭りで訓練を行いますから参加してみませんか？震災を経験した親戚から断水で困った話をよく聞かされてきました。ぜひ参加します。大勢の方が参加されているんですね。はい、災害時の水について地域の皆さんに関心を持ってほしいんです。この訓練では応急給水に関する知識の習得だけではなく、自分たちで実際に資機材を組み立てて給水袋への応急給水を体験するという実動訓練を通じて地域の皆さんに応急給水をより身近に感じてもらうという工夫をしています。ぜひ応急給水方法をマスターしてください。はい、やってみます。これが応急給水拠点の完成写真になります。どうぞ。これを地域の皆さんに組んでもらいます。結構大きいんですね。できるかな？手順は多くありません。大丈夫です。はい、頑張ります。やりましょう。まずマンホールの蓋を開け、受水口のキャップを取り外してホースを接続します。受水口のロックレバーを開放位置に回しホースを差し込んでください。そしてさらに奥まで差し込んだらロックレバーをロックの位置まで回してください。完成です。接続ホースの途中には組み上げるための手押しポンプがあります。そして今度は接続ホースの先にある給水栓を組んでください。容器に水を汲むための装置ですか？はい、これで部品全部です。2人1組になってまず本体取り付け部のレバーを上げて蛇口の取り付け部分を差し込んでください。蛇口は本体が外側になるようにお願いします。取り付け部分のレバーを下ろして固定します。4本すべてを同様に取り付ければ給水栓の完成です。これで応急給水拠点のすべてができました。そして受水口の栓を半時計回りに回せば給水できます。出てきました。本当に大きな力もいらないし差し込むだけだから難しくありませんでした。それから次にこちらを背負ってみてください。はい、どうぞ。水の入ったリュックみたいですね。実は6リッターの水が入っております。6リットルということは重さは6キロですよね。そんなにあるとはとても思えないです。重くて手では持つことは難しいです。でも背負うことで小学生でも持てます。西宮市ではこの給水袋を3000枚備蓄してます。給水拠点から自宅に戻るときに助かりますよね。知らないことばかりで訓練に参加してよかったです。今後西宮市では災害時に地域住民が助け合い速やかに給水してもらえるようにこれからも地域に出向いて訓練を続けていきます。普段から訓練しておくことが大事なんですね。そうですね。災害時に自分たちで水が確保できていると安心感が違うと思います。訓練している皆さんの中には震災を経験してその時の体験や思いを胸に災害に備えなければと参加されている方もいらっしゃるんでしょうね。震災の経験を次の世代に伝えていくことも災害と水を考える上で大切なことです。西宮市上下水道局では阪神・淡路大震災の経験を風化させることなくこれからの災害対策に生かしていくために
ベテラン職員から若手職員への技術の伝承を行っています。地震発生後19時間で近隣事業体から応急給水のために応援車両が西宮市に到着していました。しかし災害対策本部は非常に混乱しており、ボランティアなどの受け入れの用意はできていませんでした。そのことから災害時に応援の受け入れ体制を早急に築くことが最も重要だと痛感し、応急給水箇所のリスト化や応援事業者への配布用図面の整理などに努めております。危機管理は災害が発生してからスタートするのではありません。災害が発生する前の今、十分な時間があります。その間の事前準備がとても重要です。そこで危機管理業務を通常業務と同じように捉え、普段から災害の発生状況を具体的にイメージすること、個人や組織の動きをシミュレートし検証することを若手職員には伝えています。応急給水の応援要請があった場合、ベテラン職員だけではなく若手職員にも現場に出てもらい、経験値を上げてもらいたいと考えております。災害対策本部の混乱状況や市民対応の難しさなど、訓練では経験できない現実を肌で感じることは重要です。その経験は若手職員が将来対峙することになるであろう南海トラフ地震発生時の対応に生かされると信じています。地域でも震災の経験を伝承していくことが、次に起こるかもしれない災害への備えとして大事なんですよね。そうですね。そして地域の備えとともに、市民一人一人の備えもぜひお願いします。一人一人の備えですか。わかりました。災害時の水については、市民の皆さん一人一人の備えも大切です。飲み水については、救援物資が届くまでの間、個人で備えていただく必要があります。普段から家族1人当たり1日3リットルの水を3日分保存するようにしてください。例えば4人家族であれば、3リットル ×4 人 ×3 日分で36リットルとなります。また応急給水に備えて、ポリ容器、そしてキャスター付きのキャリーバッグやリュックサックなどの運搬器具を準備してください。さらにトイレ用など雑用水については、お風呂の残り湯を流さずに置いておくようにしてください。あー、気持ちいい。今回西宮市の水道、そして災害時の水についてのレポートをしたことで、改めて水の大切さ、ありがたさを知りました。人の命ともつながる水、もしもの時に備えて水のことを考えていきたいですね。災害時の水のことを考えるときに、ぜひ知っておきたいのが3つの助けです。上下水道局が担う公助、地域の皆さんで行う共助、そして市民一人一人の備え自助。この3つが合わさって、災害時の水がしっかりと確保できるのです。災害はいつ起こるか分かりません。皆さんも水の備えについて、普段から地域や家族で話し合い行動してください。それが災害が発生した時や緊急時の安全安心につながるのです。